面の魔王ザ・デストロイヤー青コーナー選手権のこちら320番のジャイアントバーガー宿命のライバルでありますザ・デストロイヤーを迎えますインターナショナルチャンピオンジャイアント馬場選手刻一刻と決戦の時が迫りますゴング鳴りました試合開始であります選手も本当にあれですね。もう見れば見るとだん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 この人の足なんかでも強くなってきますね。とにかく努力っていうのはもう大したもんでしょうね。過去11戦この両者はシングルで戦っております。ザ・デストロイヤーが5勝4敗2分けという星であります、まあ、今度の来日前までは全く五分だったわけですね選手は、10回戦いましたね4勝4敗2引き分け全く五分の星だったんですが、まあ、この前名古屋でですか、負けまして馬場選手が1敗だけリードされてしまったで何かその時の感じが今日の試合の前に現れているような感じでチャンピオンの馬場選手やや緊張気味というような感じを受けましたね。そうですね。一方のデストロイヤーがあのもらった花束をゆっくり匂いをこう楽しんでいるような風情がありましたね。足4の字を見事に決めておりますザ・デストロイヤー選手これに対抗するジャイアンツ馬場選手馬場選手の作戦としてはどうでしょう、吉野さん。そうですね、今はもう立ち合いですね、はい、ボンボンボンといかないとですね、やっぱり長くいく子さん多いですね、やっぱりその脳天割りかなんか一番もいいと思うんですけどね、はい、結局、先制攻撃いってないですよね、だから、すぐとしたらもう早いと思うんですけど、もう、このくらい勝ったらもうちょっと2人ともその持久作戦になっちゃうんじゃないですかね、はい、そうですか、初めその金とその短い時間だったらですね、ナルト通りにもバンバンバンバーンとやろうと思ったら行きますよね、はい、だけどやっぱり両方とも大事を取ってそれやらなかったですね、はい、まあ、過去一本勝負の戦績を見てみますと短期決戦ですとザ・デストロイヤーに分があるというデータがありますね山田さん。それはデータの上からはっきり出てましてね、やはり馬場選手の場合は短本勝負特に長期戦スタミナ作戦になると強いですね。やはりその辺デストロイヤー選手というのは最初からエンジンがかかるタイプ、まあ、馬場選手の場合はじっくりタイプというようなことが言えるんですが、ただですね馬場選手の場合はわずかに55秒のドロップキックで先制した例がありますね、はい、逆にデストロイヤーはロサンゼルスで馬場選手にドロップキックの奇襲を放ってやっぱり一本勝負で勝っているというような例もあります、まあ、今開始からの形勢では持久作戦馬場選手が満を持しての持久作戦ということが言えますかね。そういうことになりますね。まあそれにしても1本目をどちらが取るかというのが勝敗の上での大きなポイントになってきますね。今日なんかね、自分なんかドロップキックですね、あんまやらない方がいいと思うんですけどね、もう本当の最後にですね、もうロープギアかどっかで離すやったらいいですけどね、そうでないと相手がその2つ、止めの先で2つリーチありますからね、はいはい、すかされた時なんかはもう素早いですからね。もうその脳震盪を起こしているうちだったらもう足十字型もありますからね、すぐ入られちゃいますからね、だからとにかくもう
そういう脳震盪起こすようなその組み技はもうやらない方がいいと思いますね。ともかくザ・デストロイヤー選手というのは多彩であり、どんなことでも繰り出してくる。それだけに大技はもう決定的な時でなければ出せないということでしょうかね。それで逃げるのも、とにかく素早いんですからね、はい、それからもうその経験者ですから、もうどんな時にどうしてもその逃げ方ももう作戦メンバーですからね。それでも最後の入ったらもう絶対取れないっていうその切り札持ってますからね。だから脳震盪を起こすような攻め方はもう一番禁物じゃないですか、その意味でね、さっき吉野さんが言われたね、脳天チョップってのは非常にいいと思うんですよ。過去のデータを調べてみてもデストロイヤーは比較的脳天チョップに弱いですね。しかも馬場選手としては離れて、フットワークを使って攻めるという方がですね、4の字固めを食う危険性が少ないです。それを考えての上でしょうか、ザ・デストロイヤー選手、ジャイアンツ馬場選手の腕を集中的に攻めております。とにかくその馬場選手はその見たらあんまりその日本のファンも怒るんでしょうけどね、あんまどん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 攻めたら腕が悪くなっちゃうじゃないですか。もう僕はもうそのコンディションなんかもいくらでも続きますからね、だからじり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 やってると体負けデストロイヤーがする率が多いんですよね、レスリングなんていうのはそのもう目方がだいたい重い方がそのずっとか同じ力だったらもう有利ですからね。だからそのもうじや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 いった方が馬場選手にしては有利ですね。およそ30キロぐらいは差があるでしょうね、ありますね。体重的には今みたいにデストロイヤーがね、うんと攻めた方がね、その見かけは非常に馬場選手不利ですがね、後できっといいことになると思うんですよね。ノーテンチョップ、ジャイアンツチョップを封じようということでしょうか。左腕から攻撃を集中いたします。左腕への攻撃を集中いたします。ザ・デストロイヤー選手であります。だから両選手ともね、もう手の内大体知ってますからね、だから馬場選手は今もう休んでるようなその試合やってますね、全然そのデストロイヤーはちょっと下地の消耗するようにどんどん行ってますからね。馬場選手はあんまり今のところ疲れてませんよね。知的でそしてセンセーショナルなレスラーであると自ら宣言しておりますザ・デストロイヤー選手、作戦も相当に綿密に考えてきてますね、この人の場合は。もうあらゆる点を計算してますね、ようやくジャイアンツ馬場選手が立ち上がりますと場外へ逃れます。赤いトランクス、赤いトリミングであります、白い覆面、リングシューズは純白。おズボンが来てますね。リングサイド盛んに応援を行います。フランク・コルスも来ております。やっとおズボンが覆面を脱いだ感じですね、ここで豪快、誠に大きなスケールの股裂きを観光いたします。ジャイアンツ馬場選手、この辺は馬場選手もなかなか作戦考えてますね。やはりデストロイヤーの足を殺すということは少しでも弱めておくというのはいいですね、フィギュアフォーレッグロック、4の字固めを絶対決めてやると言っておりますザ・デストロイヤー、その足への攻撃を行いますジャイアンツ馬場、ようやくロープを持ちましたが馬場はそうはさせません。またもリングの中央であります。
もうこうなったらもう持久戦ですね、はい、最後のもう土壇場にも勝負かけていくんでしょうね。うまくかわしますね。いやとにかくね、その逆に足を取られました。力上になりました。おっと4の字蹴り返した。馬場選手の足のリーチですね、足の長さが珍しくしましたね。珍しくデッドリーは左から入りましたね、はいはい、今のタイミングならね、あの蹴りで外せますよね。トーペ飛ばす腰投げに行きました。ジャイアンツ馬場巻き込んでの投げ、腕を砕きに行きます。ジャイアンツ馬場先ほどから再三左腕を攻められました。ジャイアンツ馬場選手今度はデストロイヤーの左腕を取っており、アームバーに行きます。まあ、今のアームバーとかね、さっきの股裂きとか、はい、こういう技をデストロイヤーにかけるというのはそのリーチとかね、足の長さに差がありますから非常に馬場選手にとってはいいわけですよね。うん、今の攻め方なんかいいですね。効果的ですから、マスクもかぶってますからね。まあ、それがもう、デストレイヤーとしても弱み見せられないからその平然としてるように見えますけど、相当苦しいですよね。38センチのリングチューブが顔面の横に押し付けられました。ザ・デストロイヤーロープに逃れられません。またもアームバーの体勢であります。インターナショナル選手権への執念を燃やしますザ・デストロイヤー、これを迎え撃つチャンピオンジャイアンツ馬場。全く好調を物語るザ・デストロイヤー選手の動きであります。またも元の体勢アームバー、足十字であります。あのプロレスですね、はい、基本技ですね。基本技はその、まあ、軽口ですね。それからこの試合のそのプロレスリングのね、試合内容って言ったらもうこのゴッチなんかにね、長井選手も本当もその見習う、またもう指導者になったらもう立派な指導者でしょうね。まさに実践的な技を繰り出すという感じがしますね。おっとアームバー外れましたがヘッドスタートに行きました。もう島でも隙でもあったらパーッともうその次のその技に行きますからね、はい、それでね、体の割にそのこの大きい馬場選手とね、こんなに堂々と戦えるのはもうデストロイヤー一人ぐらいしかいないですね、この体はですね、もう大きい人なんかもうあんまり苦にしないですもんね。確かにそうですね、馬場選手と戦って遜色のない人というのはなかなかいるもんじゃありませんからね、まあそれもね、僕は1にも2にもね、このデストロイヤーの足がいいと思うんですよね、その足の良さでね、もうリングを狭くも広くも使ってるし、相手をですね、大きいっていうそのハンディキャップをうまく縮めてると思うんですよね、まあ、それだけ動きがいいという、そういうことですね。それが大きく見せている原因でもあるということですね、はい、誠に大きく見えますザ・デストロイヤー選手であります。
しろ世界一の足と言われる野田選手に4の字固めをかけようというんですからね、これはもう並大抵のことじゃない。そのたくましいジャイアント馬場選手の足にがっちりと捉えられました。ザ・デストロイヤーようやく抜きました。ヘッドロックです。しかしヘッドスタートに返しました。マスクを掴んだという抗議を行います。デストロイヤー中央の経過、中央の経過、先生のですか、先生のですか、15分経過を経過いたしました。インターナショナル選手権試合60分3本勝負であります。まさに持久戦の様相が濃くなってまいりました。馬場選手は15分以後にかけると言っております。山田の取り方なんかうまいですよ、素敵な笑い声を発しますデストロイヤー。しかしまたもたくましいジャイアント馬場選手の足に捕まりました。今の外し方もうまかったですね。今のねデストロイヤーね、苦しがってね、自分のマスクを自分の手で引っ張ってですね、膨らましてですね、引っ張った引っ張ったってそのレフェリーに言ってますよね。あんなとこやっぱ実戦の勘とか経験とかいうことを言いますけれども、並大抵じゃできませんね、逆に不意打ちであります。2回目は二度とは失敗いたしません。ザ・デストロイヤー目つぶしに行きました。そしておっとフライングメイヤー空中の首長でありますが、またもヘッドスタート。デストロイヤーが積極的に出ましたね。できましたね。ヘッドスタートがかかりません。巻き上からまたもヘッドスタートであります。ようやく動きをとどめ得たかジャイアント馬場選手、またもマスクを引っ張った、そういった抗議を行いますザ・デストロイヤー選手。一番見てて感心するのはですね、デストロイヤーが馬場選手の技から抜け出た時の体勢ですね、普通の人ならやっと抜けるんですからね、体勢が崩れるはずなんですが、この人はもう抜け出た時に攻撃体勢に入ってますね、そういうところのうまさというのはちょっと他の人に見られないですね。積極的なリーダーシップの獲得といいますかね、ガンガン来ますね、それを封じ込めるには何とか動きを止めなければなりません。ジャイアント馬場選手であります。ヘッドスタートが強力ですが、じっくりロープに手を伸ばしますザ・デストロイヤー、まだまだ余裕があります。まあ馬場選手のずっと足攻めはいいですね、足をね、首で攻めてるんですね、手で攻めたらもう首のずっと強いですけどね、足でも攻めてますからもうだいぶ応えてますかね。であのマスクかぶってますからね、やっぱり少し判断あるんですよね、上からもう鼻に詰まっちゃいますからね、長い足が4の字になりましたジャイアンツ馬場選手、そのまま抑え込もうというデストロイヤー、白いリングシューズがロープに伸ばされます。おっと4の字の体勢に入るか入るか、下からパンチを突き上げましたジャイアンツ馬場、なんとしても捉えたい、ようやく蹴り返しました。場外転落デストロイヤー頭を抱え込みます。悔しがりますデストロイヤー、初めて計算外の事態が起きた感じでありますデストロイヤー、エキサイトしましたね、ちょっとね馬場選手があれだけ思い切ってね、4の字封じに積極的にパンチとねキックを繰り出してくるということはちょっと予想してなかったんじゃないですかね、
プロレスのですね、基本技っていうのはですね、もうとにかくそのもうああいうその大技絶対もう入ったらもうダメだっていう技の時はね、もう死に物狂いでそのもう何ですか、跳ねのける、跳ねのけるっていうのはもう基本技なんです、ね。はい。懸命に跳ねのけました。ジャイアンツババ。ロープのリバウンド。両者が飛び交いましたリング上でありますが、ここでまたもザ・デストロイヤーのペースになりますか。一度エキサイトいたしました。マスクの中の目の色がまた穏やかになってまいりました。落ち着きを取り戻しております。何事かを考えますザ・デストロイヤー。16門を飛ばすところ、鮮やかにこれを避けました。冗談じゃない、そんなものは絶対に食うはずがないという自信に満ちた表情でありますザ・デストロイヤー。首投げです。首投げから首4の字。これをあんまりやっぱり長く切っておくとスタミナがちょっと消耗してますね、はい。うん、これでいいんだという感じでフランク・フォルツ、オズボーンが手を叩いて控え室への道をたどっております。これでデストロイヤーのペースになったということになりますかね。まあ、とにかくこの技から一刻も早く抜け出ることですね、はい。脱出を図りたいジャイアンツ馬場選手であります。それであの素晴らしい角度でね入ってますからね、これでは絶対に反則にならないんですよ。首にね足がかかれば別ですけどね、両顔の両サイドを攻めてますね。そうですね、これはうまくもう長くやられるといい気持ちになっちゃいますからね、絶対もう呼吸も困難ですからね、これだけもう早く疲れていきますよね。まあ、足でやるスリーパーホールドって言いますかね、そんな感じになってますから、馬場選手が下からデストロイヤーのリングシューズをこじ上げます。カウントが行われまして首4の字が外れましたが、またももう一度馬場選手の顔もだいぶもう下を見ようと思ったらもう詰まっちゃってるような顔しますよね、はい。不気味な視線を観客席に走らせます。自信満々、ゆとりがありますザ・デストロイヤー選手ですが、ジャイアンツ馬場選手も必死にこの首4の字から脱出しました。足を固めに行きますジャイアンツ馬場。力いっぱいジャイアンツ馬場選手、デストロイヤーが苦しそうであります。一転して苦しげな表情に変わりましたザ・デストロイヤー。ロープへの道を塞ぎますジャイアンツ馬場。あのを捉えましたジャイアンツ馬場。これは効果的ですね、しかし噛みついた噛みついた。やっぱりマイク見えましたね。もう自分でもやっぱり絶対絶命のピンチだと思ったんでしょうね。今のはもうデストロイヤーの大もう一番もう今まで危ないそのところだったんですね、これによって馬場選手が主導権を握ります。逆エビです、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 逆エビ。左足を取りました逆襟。
デストロイヤー苦しい。ジャイアンツ馬場満身の力を込める。懸命の逆エビ、しかし場外へ逃れます。絶体絶命のピンチに陥りながらも場外へ逃れましたザ・デストロイヤー。今も腰をうんと踏めないとダメですね、またも足を固めます。ジャイアンツ馬場選手チャンス到来であります。手がかかりました。ジャイアンツ馬場デストロイヤーはね、こういう場面はね、あの不利ですよ。あの顔がもうあのキレで滑れませんからね、はい、馬場君の手ががっつりあそこをもういきますからね。これ今いい攻め方やってますよね。体勢を入れ替えました。デストロイヤー場外へ逃れます。これはもう絶対もう逃れる今も形勢ですからね、はい、外へ出ないとあのままもうどんどん攻められたらもう。ちょっとおかしいですね、今狂気を何かちょっと出したような感じですね、はい、どうしたんでしょうかね。目のあたりを気遣いますね、ジャイアンツ馬場選手、あるいは何か持っているのかもしれませんが、持ってるじゃなくてなんかあの指の薬みたいな、なんか拭いたような感じですね。そうですね、指を引いてましたね。親指突きを見せます。そうですね、デストロイヤー、あの馬場選手そんな痛いような格好なんかこう、はい、懸命そうな、なんか目がですね、はい、ちょっとおかしいですね。でそれもあれタイツであの拭いたなんかしてますね。バディスラム高々と差し上げます。膝を壊しにします。デストロイヤー4の字固めの体勢に入るか。下から懸命なチョップ。ジャイアンツ馬場、馬場立てばがもういつまで出てんだ。10月も飛ばしました。胸板に命中、腕を取った脳天チョップに参ります。ジャイアンツ馬場立ち上がれ、デストロイヤー。馬場必ずマスクを取りました。マスクを捕まえる。ノーテンチョップ、ジャイアンツチョップを放ちます。ジャイアンツ馬場目には目、目つぶしには目つぶしで最高であります。やっぱり今もやられてますから、はい、やってもいいですね、馬場のジャイアンツチョップカウンター打ちを避けております。ああいうところうまいですね、はい、今もあのままいったら目が見えないですからね。そのロープも思い切って食らいつきましたけどね。ああいうこの勝負の感じって素晴らしいですね。激しい動きの中にもああいった余裕を見つけ出すということですね。この辺が天才的な感といいますかね。もうやっぱ素晴らしいですね、はい、フットボールのコーチあるいはフットボールの解説も行うというザ・デストロイヤーであります。素晴らしい運動神経の持ち主。
軽く白いリングシューズをロープに伸ばしております。腕を潰そうというところ、しかし逆に挟み込まれました。ボディシダース、待ってましたという感じでしたね。やっぱりね、この辺はね、馬場選手もデストロイヤーの手の内というものを十分読んでますからね、おそらくこういう攻撃に来るんじゃないかと、まあ2つ3つ先を読んで、反撃に移ってますね。馬場選手もまだまだ冷静ですね。で、まあ、馬場選手冷静やったんですけどね、今ねすぐその腹をもう払われましたね、挟まれましたね。そしたらね、デストロイヤーも、ね、すぐね胸の方をぐーっと伸びていって、腹じゃなくて胸の方を入れていきましたね、あれね、腹をやられると、胸は全然違うんですよ。胸はもうあんまり苦しくないんですよね、だからやっぱり今ずっと見てたんですけどね、やっぱりそのデストロイヤーの上手ということですかね、上に上げてマットにめり込ませます。ジャイアンツ馬場、60分3本勝負、インターナショナル選手権試合。やっぱりこの一流その選手ですね、選手権試合もなれば、そのもうこの長くなる試合の方がやっぱりもういいですね。なんかそのパパパッと割るよりもね、お客さんも、まあ、しかし見応えがありますね、この両者の対戦は。おそらくね、今までにもどれほど技が出たかね、細かい技まで入れるとちょっと数えきれないですね、まあ、複雑なじゃんけんぽんを見てるようなもんですね、もうね苦しいのがね、この前でちょっと苦しいような時間があるんですよね、今もう両方ともそのコンディションはね苦しいようなことないですね。そうですか、その局部はね痛いとこ攻められてありますけどね、もう元に戻ったやぐらいな、もうあれになってきましたね、だからこれからはもう本比べですよね。そうですか、2期の巨人機、2台の飛行機が巡航高度に達したそうであります。これからは両者の根比べというお話、60分3本勝負、インターナショナル選手権試合、チャンピオンのジャイアンツ馬場、ザ・デストロイヤー選手を追います。しかもあれですね、今までのところ特に派手な見せ技とか大技とか出てないんで、非常にあの足のですね、部分的なものを攻めるとか、腕とか、首とか胴とか、非常に基本的な技で攻め合ってますね。馬場選手もずっと腰下ろしておかないと。ヘッドロックでがっちり捕まえましたジャイアンツ馬場選手です。じっとこらえるデストロイヤー、この体勢からもいくらでも技が出ますね。この人はロープに飛ばした体当たり、体当たりはジャイアンツ馬場選手のものであります。またもヘッドロックの体勢、油断も隙もありません。デストロイヤー足に手がかかる、そうはさせじがっちりとヘッドロックに力を込めます。ジャイアンツ馬場、腕を振りほどいてジャイアンツチップに行っておいて、さらにヘッドロックであります。体当たりか、いや谷バサミ、次から次出ますね。技と技の応酬であります。あれだけのスピードとタイミングでかけてですね、瞬間的にこの形になってるんですから、もう真偽ですね、
きましたね。足を一本なんとか突破口として攻めつけようということでありましょうか。デストロイヤー選手、こういうね攻め方してるんだったらね、馬場選手は割合攻めらせておいた方がいいんですよね、デストロイヤーも手で攻めてますからね、はい、うん、で馬場選手足強いですからね、あの少し痛いけど、まあ、そのロープの近所で攻めらせておいた方が馬場君の得ですよね、はい、しかし場外へ出ましたデストロイヤー、あそこで持っていかれちゃいますけどね、まずいですね、膝の裏側を打ち当てられました。ジャイアンツ馬場選手、カウント1回まで場外で頑張る作戦でありましょう。デストロイヤー、ようやくちょっと危なくなってきましたね。場内へ戻ります。気をつけないと、もうあの得意の技入ろうと思ってますからね、はい、4の字への起草攻撃完了か、あっと今回ったのが良かったですね、うん、基礎工事完了と見ましたか。デストロイヤー選手、フィギュア4レッグロック、足4の字に行くところ、ジャイアンツ馬場選手自ら体を回転させまして、これを避けております。いろんな角度からその足をその狙ってきますね、はい、胸板へ、そして足へとキックを飛ばしますジャイアンツ馬場選手。あのね、相撲取りが足を取られたその股の足入れちゃってですね、あれ以上上げられてないようにもやっぱうまいですよね、うん、腰投げです。しかし素早く立ち上がるデストロイヤー、ロープに馬場を飛ばしました。すくい投げからティーロックに参ります。捉えられるだけ捉えて相手に足を使わせようということでしょうか。そうですね、足とね相手もね、はい、あのその小手に入ってるような手がね、あの割合血が通わなくなるんですよ、はい、だからね馬場選手の方がちょっと分悪いんですけどね、我慢するだけ我慢したら相手も、ね、はい、その右手の小手の方が痺れますからね、うん、どっちが限界まで頑張れるか、その我慢比べであります。馬場選手の左手は全く変色しました、それはもうあの全然感じがなくなっていっちゃうんですよね、しかし馬場選手の手は波外れて大きいから、デストロイヤーも攻めにくそうですね、それでね、あのものすごくね、あの短くて太くないでしょ、あの痛めてるこの手ですね、それであれが太くてもあんまり肉がついてるとね、ギブアップの降参がもう多いんですよ、だけど手が長くてですね、我々こう隙間が今のところまでありますからね、まあ、その点そのおい左足持ってけ持ってけ、そのまま持ってけよ、左足を相手の足にかけたのが成功であります。ジャイアンツ馬場、魔王デストロイヤーのキーロックをようやく外しました。瞬きに行っております。お前情けでつまくんだよ。いやこれだけね、どん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 技を来られたら、はい、もう40分ですからね、そうですね、技と技、比率を尽くします両者、目つぶしを食らいましたジャイアンツ馬場。ロープの反動、飛んでくるところをボディスラム、しかしボディプレスの体勢はカウント1
マスクに手をかけますジャイアンツ馬場。マスクに手がかかります。ジャイアンツ馬場木までマスクが上がりましたね。しっかり一足離さないように噛んでますね。はい、あ、負けなければ絶対に取らないというマスク、このマスクを目の上まで上げました。ジャイアンツ馬場選手、コーナーマットにベストライヤーの頭を打ちつけます。全然今目が見えないですからね。マスクで目を塞ぎました。ジャイアンツ馬場の作戦であります。チャンスですね、ほとんど見えませんベストライヤー。その脳天の後にジャイアンツチョップを飛ばします。ババ、しかしリングシューズはまたもロープに伸ばされました。やっぱりあのね、その勝負に行きますけどね、やっぱり向こうもまだ逃げる力も持ってますね、はい、今マスクを直してますね、まあ、全体的な戦局といいますかね、そんなものをじっと冷静に見つめながら試合を進めているという、なんか不気味さが感じられますね。そうですね、このくらいのね、もう一流選手になったらですね、勝負って時はもう勝負に出て、普通そのあんまり苦しい時は勝負に出ませんね。それでまた力をこのずっと蓄えてからバーンとこうやるような試合内容ですね、まさにその典型とでも言えましょう。今日のインターナショナル選手権試合であります。チャンピオンジャイアンツ馬場、クルスフィックスに行きました。十字架攻め、この攻め方もいいですね。これでこの攻め方だったらもう余計いいですよね、これでずっともうこれで足使って頭を打てますね、はい、これがいいですよ、顔面をレストロイヤーの顔面をマットに打ちつけます。チャンピオンジャイアンツ馬場、大なたですね、大なたを振りになすジャイアンツ馬場であります。下になっているザ・デストロイヤー、こちらからは表情は伺えません。十字架攻めクルスキに行きました。ジャイアンツ馬場、苦しげな表情ザ・デストロイヤー、これ話したいかんですね、これもだいぶ、ロープになりましたね。しかしロープもったいないですね、残念ながらジャイアンツ馬場選手ロープであります。一瞬早く立ち上がったジャイアンツ馬場、ジャイアンツチョップ2発から場外へデストロイヤーを突き落としました。45分を経過いたしました。60分3本勝負インターナショナル選手権試合、チャンピオンのジャイアンツ馬場奮起を受けました。苦しげな表情であります。長い足がリング上に踊ります。場外へ引き落とされたザ・デストロイヤー、何かをマスクに入れたのかもしれません。今度はジャイアンツ馬場が場外であります。場外転落立ち上がりません。ジャイアンツ馬場、デストロイヤーがこれを追います。またも人気であります。テストのロイヤーの動き2発、さらに観客席の一斉打ち合わせます。テストロイヤー
効果的な攻撃を加えておいて場内へ戻ります。チャレンジャーのデストロイヤージャイアンツ馬場、まだようやくエプロンであります。エプロンに上がったところを下位へ攻撃を加えられました。ザワ選手の期待がありましたか。ね、必要な機体への攻撃を行いますデストロイヤー、顔面真っ赤ですね。真っ赤ですね。機体に容赦なく何かを持ちましての短期攻撃であります。45分経過の場内アナウンスと同時に白い側面の魔王デストロイヤーの容赦ない狂気攻撃が敢行されました。場内見学から先決は一転いたしまして先決の試合となりました。しかしジャイアンツ馬場が覆いかぶさる。カウント2、顔面真っ赤なジャイアンツ馬場、しかし奮起した。足踏み割り、足踏み割り2発、顔面から血が滴り落ちる。カウントか。カウント2。まだまだスタミナは十分であります。チャレンジャーのザ・デストロイヤー、強烈なカウンター打ち。カウントか。カウント2。カウント2。デストロイヤー依然として立ち上がっております。顔面真っ赤、流血の度合いが一段と激しくなってまいりました。ジャイアンツ馬場、足を取られた。4度時間、しかし警戒した。蹴り返して回転、ましたね。今の馬場選手のモンキーフリップ実に鮮やかですね。本当に鮮やかでしたね。絶対絶命のピンチ。誠に鮮やかです。しかし先勝一本は鮮やかに灰固めで取りましたものの、ジャイアンツ馬場選手の顔面は真っ赤であります。流血の度合いが非常に激しくなってまいりました。カウントが早すぎるというコールが行われます。ロイソン・ロイヤル、ポール・ジョーンズ、フランク・ポール、ジム・オズボーンであります。今内容としてもチアドエそのワッチするようにね、ポール・ジョーンズが猛烈にロイソン・ロイヤルに向かって抗議を行います。カウントが早すぎるということであります。早すぎる早すぎるという抗議を行います。ネルソン・ロイヤル、ポール・ジョーンズであります。しかしあの場合ね、はい、モンキーフリップという技はもうちょっとやそっと抜けないですからね、完全に固まってますし、馬場選手の体重も入ってます。そうですね。ですからもう完全なフォール勝ちですね。145キロの全体重を利しまして鮮やかに抑え込みましたジャイアンツ馬場選手であります。今のはね、そのとにかく馬場選手の重みとですね、その、まあ、馬場選手はもうホールして思ってるけど、そのちょっと遠いところから見てるとね、そのちょっと、まあ、も今も早い早いって戻りつけてますけどね、ガチッとしたもうホールじゃないですからね、ちょっとやっぱりその角度からもう戻りつけるようなところありますけどね。あ、味方によっては抗議ということもあり得るというお話が出ております。あのね、その前でそのデストロイヤーもだいぶやられてますからね、はいはい、結局やっぱりあの、まあ、レフリーのワンツーではもう正確でしょうね、はい、あのそれまでだいぶ痛んでますからね。あ、まあ、味方の違いだけですね、レフリーユセフトルコの裁定は誠に功を得たものとお伝えしておきます。カウント3、ジャイアンツ馬場選手が1勝を挙げました。2本目が返し切りました。膝を打ったデストロイヤー、すかさず馬場が攻め込んだ。左の膝を痛めたデストロイヤー、その左膝に猛烈な集中キック、キックを集中する顔面真っ赤のジャイアンツ馬場。逆襟か。逆襟だ。逆襟に入った。逆襟の体勢、
デストロイヤーも誠に必要であります。ロープに逃れました。もう両雄ともちょっともう最後の一戦のすぐ時間すぐですからね。今度は馬場の足を取ったデストロイヤー、馬場のスドロップが不発に終わりました。マットにひたたか自分のお尻を打ち当てました。ザ・デストロイヤー、ジャイアンツ馬場、デストロイヤーの左足へ攻撃を繰り返します。集中攻撃、キック攻撃であります。アトミックドロップ微低骨あり、カウントですがリングシューズをロープに伸ばしました。残り試合時間は5分と伝えられております。残り試合時間わずかに6時であります。1本目はジャイアンツ5番、32番が出ました。ロケットキック、ミサイルキック、カウントか、しかしロープであります。気軸しましたか、今のね、その、はい、もう絶対今勝負出ましたね。試合時間もコッ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 コミサイルキック、ロケットキックは不発に終わりました。膝を打ちましたジャイアンツ馬場、しかしデストロイヤー選手も相当にグロッキーであります。グロッキーですからいいんですけどね、はい、あの今一番危険な状態ですよね、またも続きであります。マスクから何かを取り出した感じであります。マウント中で、しかし顔面真っ赤なジャイアンツ馬場、デストロイヤーを跳ね飛ばしております。気力を尽くします。両雄コーナーマットにガクンという音がいたしました。ジャイアンツ馬場の機体が打ち当たりました。ボディスラムです。実に軽々と高々と立ち上げます。ザ・デストロイヤーロープ最上段から急降下爆撃、カウント2、馬場も頑張る、よく頑張ったジャイアンツ馬場、コンディションありますね。残り試合時間3分であります。3分を残すのみ。一本はジャイアンツ馬場選手が取っております。両者体当たり、倒れ込んだ、両者グロッキー、両者グロッキー。オズボーンが立て立てとデストロイヤーに声をかけます。ネルソン・ロイヤル、ポール・ジョーンズもデストロイヤーに声をかけます。顔面真っ赤、馬場の体重に押し倒されましたデストロイヤーですが、白いリングシューズがロープに引っかかっております。ロープブレーク、ロープにデストロイヤーを飛ばす肩車、カウントか、カウント2。依然としてデストロイヤーもインターナショナルチャンピオンベルトへの執念を燃やし続けております。鋭角的なボディスラムからニードロップに行きましたが、デストロイヤー辛くも避けました。ジャイアンツ馬場の膝が打ち当たりました。この辺ですね、怖いのは危ないですね。ここで膝痛めたのは大変なマイナスです。右膝を痛めつけたデストロイヤーのフードロップを受けます。ジャイアンツ馬場の右膝であります。1回、2回、フードロップが右膝に打ち当たります。さらにレッグブリーカーに行きます。これはちょっと止まりませんね。残り試合時間、しかしあと1分です。ようやく喧嘩した。残り試合時間は1分であります。あと50秒という場内アナウンスが流れております。一本はジャイアンツ馬場が取っております。あと30秒、頑張れジャイアンツ馬場、しかし蹴り返した。
ラストファイヤー誠に必要であります。30秒、あと30秒であります。頑張り通せるかジャイアンツ馬場。時間は迫っておりますが、あと4の字、4の字の体勢に入った、4の字のため、4の字のため、デストロイヤーの4の字のため、しかし時間いっぱい、時間いっぱい、ゴングが鳴った、ゴングが鳴った。誠に両雄死力を尽くしました。リング上時間いっぱい、ついに恐怖の足、4の字、4の字のためが決まりました。しかし時間いっぱい、時間いっぱいですね。時間切れであります、うん、まだギブアップはしてないですね、ギブアップしてないですね、よく頑張り通しましたジャイアンツ馬場。デストロイヤーも勝ったつもりで飛んでいますがね、もうあの場合時間切れですし、それまでに馬場選手は降参したというジェスチャーもしてませんし、当然1対0ということになりますね。そうですね。さらに1本目がまた無理押しですからね、カウントは早すぎるという。だいぶ悔しがってますね、はい、時間が正確ではないんじゃないかというようなことを言っております。ザ・デストロイヤーであります。1分早すぎるということを抗議を行います。ザ・デストロイヤー、オズボーン、ネルソン・ロイヤルであります。防衛を果たしましたインターナショナルチャンピオン、ジャイアンツ馬場選手。だけどあのね、かかってから馬場君もよく我慢しましたよね。頑張りましたね。時間的にはそのあともう少ししかなかったんですけどね。オズボーンが必要に抗議を行います。日本プロレスリングコミッショナーよりの認定証、チャンピオンベルトが贈られ、さらに大トロフィーが松江運動部長よりチャンピオンジャイアンツ馬場選手に贈られました。誠によく戦いました。ザ・デストロイヤー、ジャイアンツ馬場両選手であります。あれはまだ時間があったらね、これはもう確実なギガアップですよね。実質的なダメージは馬場選手の方が大きかった。しかしこれをこらえる根性でしたね、今日の馬場選手の勝利は。そうですね、もう根性より何も言うことないですね。まあしかし稀に見る名勝負という熱戦でしたね、はい、実にあの技の面から見てもですね、闘志の面から見ても素晴らしい試合だった。それでは今日はこの辺で東京都大会からお別れいたします。